ってる優勝候補としてこの男がおりましたね、 JDCR。 まずキャラが気になりますよね。そうなんです、アーマーキングが見れるのかなと。 JDCR、 アーマーキングにカーソルが合わさっていますに対するはドラグノフの回答か。ゼウガル気持ちは分かる気がしますね。スティーブではなく、はい、ドラグノフ結構あの水面蹴りに事故ったり、スティーブを使うとアーマーキングの水面蹴りに事故ったり、あとは、ワンツースリーを 2RK で潜られたりしてね、結構めんどくさいんですよね。まあ、しゃがせがかなり強いというのが、はい、だったらドラグノフの方がいいだろうと、ま、というのもアーマーキングしゃがみからの反撃はあまり高くないですからね。そうなんですよね。急スマしかないということでシャープナーが打ちやすいというところがあります。まあ、このスティーブ対アーマーキングで、はい、その先ほどこんな話をしましたが、スティーブ不利とは言わないですよ、まあ、アーマーキング有利とは言わないです。ですけれども、あのゼウガルはこのドラグノフをとりあえず試してみて、後々スティーブというところも考えてるかもしれないですし、あとはやっぱり JDCR に対して崩しの弱いキャラを使うっていうのは得策ではないと思うんですよね。相手はもうザ・ディフェンスっていうプレイヤーですからね。前世が防御力っていう概念だったというところもあるような男ですから、本当に硬い鉄拳ができる男、世界最高峰の防御力を持つ JDCR が登場。対するはゼウガル、選ばれたのは FF テリー、やはりシャープナーですね。防御力は関係なしの人類平等の下段、体力リードを取ってきます。ステップステッププレッシャーがある。しかしコンビネーションリッパーで横移動を否定する動きのゼウガル、ローブローからの有利関係だ。下がります。ホビング。ヒットしてるが空振り。おっと、ゼウガル空振りを咎める意識が高かったか。しかし距離が遠かった。ショートアッパー嫌っていく。置いていますが、踏んづけ 6RK。2発目警戒した動き。これは勝手反撃。うわー、レイズライブ交通事故。正面衝突です。顔面が吹き飛びかねない当たり方をしましたね。まあ、あの当て方ができたのもゼウガルの666入力が非常に早いから、ね、正解はやはりドラグノフを選んだ利点に来てますよね。このスレイヤーズをシャープナーで削っていく、はい、JDCR でも見てからガードできない下段を多用してダメージを与えていく。そして今回このアーマーキングこのフックが、はい、3RP ですね。ものすごく強力になりました。これです。アルターからコンボに行ける、まあ、ほとんどカズヤの起源拳のような性能になりました、ね、確定反撃はあるんですけれども、その部分は上段派生があるという部分でごまかしていくと、はい、以下のこのアマキンの空中シャイニングのダメージが、はい、まあ、すごいとんでもないことになっていて、そうなんですよね、あのつなぎでも十分なダメージなんですよ、はい。まあ、そうかにキングと違ってそのシャイニングフォームの置き攻めがあんまり強くないというところですよね。置き攻めはありません。ダメージ薄のつなぎになっています。ユーリシャープナー、やはりシャープナーが生命線になるから。ゼウガル投げ込んで首を折ってここは抜けましたが、位置が入れ替わっている。よくアウトした。さすがの防御力を見せている JDCR。 ジャブ細かい、冷たいですね。1対2になりました。やはり守りの展開になっています。6ミリマジか。いやトゥースマスカリ頭の中にあったんですけどね。ゼウガルまさか本当にスカルトという感じで咎められませんでした。右ジャイツイです。うまい、完璧です。カズマに運んでいいぞ。コンビネーションリッパー隅だぞ。継続する。信頼しましたね今。ゼウガルその確定反撃のあるロシアンフックを打ったんですけれども、はい、あれはその普通のプレイヤーであれば思考が追いつかなくて、タッチガードするんですが、 JDCR ならば上段派生をしゃがんでくれるだろうと読んだんですがいきなり裏の裏、まあ丁寧、まあ、体力差もあったので JDCR も安定したタッチガードというのを選びましたね、はい、そうですね。いやでもこのアマキンの左やっぱ雑誌でやっぱ見ると JDCR だなと思うんだよね。そうですね、確かにそうですね。JDCR の動き左やっぱ雑誌、左やっぱ雑誌、左やっぱっていう潔癖症かよみたいな鉄拳をするんですよね。最高だよなたまんないっすよね。ゼウガルもなんかストーリーがある、その背景を感じることができる動き、それってすごいいい動きですから、この狙いが分かる動きができてはいるんですけれどもね、ちょっとドラゴンの方では追いつけなかったか。スティーブに変えていきました。やはりここはメインキャラクター、
投入ですね。ですけれども世界で一番防御力が高いと言っても過言ではないこの男に崩し能力の低いスティーブでどう立ち向かうのか。ゼガル壁を使う必要がありますよね。そうですね、押し込んでいく必要がある、はい、とはいえ押し込まれた状態でもそのアーマーキングに入れ替える投げ技が、はい、ありますから、確かに注意しなくてはいけません。シャイニング抜けています。早いってば。確か今しゃがみから出てましたか。一瞬で出てきましたね。前入力なんですけれどもね、投げのプレッシャーが非常にあります。 GDCR としてはそのシャープなみたいな技を持っていない、もしくは火力が低いスティーブに対しては投げは行きやすいはずですね、はい、ましてやタイミングが合わさなければクイックかカウンターになりません。崩していく、下段見えているのか、見えているのか、壁に追い詰めていますか。おわ、カウンターしっかり確認して、減るんだよな、減ってる、減っちゃいるんだよな。ゼウガルも今試しましたよね。ターンパンチ下段をガードされたから今度はターンパンチ中段を打ってターン見てしゃがんでるのかどうかっていう確認作業をしましたよね。まあ、接近戦になるチョッピングライト、先ほどねクイックックしゃがめてトゥースマッシュを食らっていたので、そうですね、ジェニシャルちょっとしゃがみがちっていうのはあるかもしれません、はい、まあ、スティーブに対しては有効ですよね。はい、ついていきたいところですね。そう、これです。そう、しゃがみがちなのでスリムボムを打っていく必要があるんですよ。これで JDCR に立ちガードを調整させることが可能になりました。そしてクイックック運んでいく、ワンツーうまいぞ、うまい、パラベリ軸はずれたか、すげえことになっている、陸上部。ここでも様子を見ながら JDCR このレイズを生かそうという動きでしょうか。ワンピーツーピーでも全く動きが変わらない、変わりませんね。全く変わりません。コマンドテクニックがありすぎる JDCR、もうちょっとダメージで削られるとレイズドライブで終わっちゃうぞ。終わっちゃいます。レイズドライブを食らうと、レイズドライブ、あ、いいアファスト、どっち行く、下段、正直イカパン削り強いですよね、まあ、JDCR ね、しゃがみがちなんですけれども最後の削りでしゃがむってことはそんなにないんです。確かに勝負の立ちガードでしたね、はい、あ、出た、デスコン、難しいコンボ。イカパン一発目を補正切りにする必要があるので状況限定ですが、しっかり決めていきました。強がる、相打ち、しゃがんでる、うまい、いや、引きを取ってないですね、ゼウガルですね。うわー、勝負ドラゴン、おお、いい、強気。そうですね、マイナス13フレームの多種途中攻撃がそんなにアーマーキング強くないので、まあ、ドラゴンは打ちやすいですね。打ちやすいですね。で、しゃがみに直接ぶっ刺さってくれればそれでよし、はい、まあ、やっぱ序盤は結構しゃがみがちですよね。うわー、打ち続けていく、これはコンボに行きまし、おっと、リーチが足りませんでしたね、ホッカテン。人間限定したが横に使っている、踏んづけ、いいぞゼウガル、全面中断、これガード先にレフトック出し切っていく、強気サクシー、ゼウガルが JDCR に追いついた、よしよしという表情です。まあ、なんというかその攻めのうまさで、あのむしろ勝っていった感じしますよね、はい、そうですね、ゼウガルやっぱりなんというかその崩し能力が低いとは言ってもその防御力によってJDCR の防御力によってスティーブからリターンを取るのはやはり難しいんだなという感じですよね。そのスカ角がいくらうまいとは言っても JDCR でもスティーブ相手にスカシ確定を取るのは難しいですね。隙がない、そういうところですよね。このままキャラクター続投、スティーブ対アーマーキング。さあ、ゼウガルがやや笑みがこぼれるような表情、余裕がありますね。平八に来てほしくなかったという思いがあるんですかね。なるほど、アーマーキングであればいけるビジョンが見えているのかゼウガル。選ばれたのは FF ステージ、さあどうなりますかね、ゾクゾクしますね。最強は俺だ、アイムナンバーワン、ガオって言ってるんですけど、ね、最強は俺だ、アイムナンバーワンです。いや、出していく、割り込まれないだろうという、おっと、スカシ確定自動的になるクイックワンツー、ここは当然ダブルアームスイング読んでいました。一応入れ替わるのは9割ジャイシーですね。はい、下一発からの、おお、出していく、あえての出し切り、アーマーキング JDCR の反応速度を信頼しての出し切りですね。うまい、画角2発目を出してこないことを信頼しました。 JDCR だからこそできる透かし確定、あ、これです、これ勝手にトゥースマッシュが透かるんですよね。ですね、なのでクイックワンツーを準備しています。どうなの、ドラゴンを打てますよ、ああ補正切り2ラウンド取ったぞ。 JDCR 討伐にリーチをゼウガル、一発2発目出していった、技打ちでとにかく手を出させないようにしてますよね、
これは効いています。ここは投げコンボを決めていくのは JDCR。 しかしあるクイックックや細かい技打ちで JDCR 体力を奪っていく。出し切れない JDCR。 さあどうだ、2発目しゃがんではいるものの、うわー、スリーボム、いや難しい、ソニなんかのミスですかね。さあどうなる、両パン抜けている、カウンター、来ました。これはしっかり空中シャイニング、うまいですね。今の一瞬でも左横移動666という入力をしてるんですが、はい、ミスりません。 JDCR 滑らかミスる気がしないですね、あのコンボ。100ワンツハンマーエッジからのしっかりしている、うますぎる。そして今回このアーマーキング、とにかく火力がやばい、マジで減る。あ、しかし取れたぞ、バックイン、パークが閉まってる、あー、爪に下痢、下痢高いんだけど、マジでブラスマ入れてんの。ミスワイド、これはよく倒した。中断だが、コンドルヘッド、どうすか、崩していく、正直にどうする、どうする、ああ崩して、あるぞ、どうなる、トゥースマじゃ死なない、ドラゴン当たれば死ぬ、わあうまい、いいジャブ打ち上がる、守りのジャブ、ファイナルファイナルラウンド、どうなるんだこの試合。下ガードしてる、しかし反応が遅れる JDCR、 焦りがあるか、プレッシャーかかりましたね。ダッシュしゃがみガード、しかしここはうまくリングを入れて、ショータッパー、ショータッパー、うわっ来た、壁の上に行くか、壁の石どうだ、運んでむずい、ふっつけ、どっち行く、下段ガードしてる、うわー、ゼーナルが JDCR を倒した。やはり各トッププレイヤーの実力差が詰まってきているのか。いい試合でしたね、素晴らしい。